おはようございます。さあついに始まりましたおいしんかいフェスティバル、実は私たち2人ですね、鹿児島の深海魚の魅力をお伝えするおいしんかいアンバサダーとして活動しております。今回ですね、その深海魚の魅力を存分に皆様にお伝えしていきたいと思いますよ。そして今日はスペシャルゲストをお呼びしてるんですよね、はい、早速お呼びしましょうか、はい、せーの、かわちゃん。さん、かわちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。関西在住で人気タレントの魚のお兄さんことかわちゃん、魚の生態や特徴を分かりやすく4コマ漫画にして伝える活動もしています。さあ今回は私たち2人が関西からお越しのかわちゃんに鹿児島の魅力を知っていただこうとある企画をしました、はい、題しておいしんかいディープな海の魅力大発見ツアー。鹿児島の深海魚をこよなく愛するおいしんかいアンバサダーの2人がかわちゃんディープにおもてなし対決。水族館に近いスポットに深海グルメ、深海生物最高。さらにおよそ50年ぶりにリニューアルされピカピカの市場で鹿児島の深海魚をおいしく堪能。うわ、楽。おもてなしガチンコ対決、勝つのはどっち？結果発表。おいしんかいディープな海の魅力大発見。まずはひかりんプレゼンツ、鹿児島水族館でディープなおもてなし。はい、こちらイオワールド鹿児島水族館にやってまいりました、めちゃくちゃ楽しみ、来たかったんですよ。あ、まだ来たことなかったんですか。そう、いろんな本でここ来るの楽しみに生き物見てて、はい、生鹿児島水族館、生鹿児島水族館ってまずなかなかないですけどね。いや、実は私、はい、あの年間パスポート保持者でして、はい、もう結構通ってるんですよ。足しげく通ってる。プロ鹿児水の方なんですか。プロ鹿児水です。ということですね、はいはい、今日は川田さんにですね、鹿児島の水族館のディープな魅力をお伝えできればと思います。ディープな魅力、はい、ちょっと気になりますね。はい、錦江湾をはじめ南西諸島の生き物までおよそ3万点500種類を展示する鹿児島水族館。ディープな海の魅力大発見ツアーへ出発進行。まずはイルカショーを見学。うわー、すごい。これちょっと近づいたら濡れますね。いや、確実に濡れます。浴びます。おお。イルカの種類でも反動イルカっていう、はい、近いね、体重もあるイルカなんで、そう、だから迫力もありますね。いやー、迫力がすごい。で、またここのね、イルカちゃんたち、他の水族館に比べて頭数も多いんですけど、はいはいはい、みんなすごくね、7頭一気に飛んだりとか。なかなかないものなんですか。いやー、これはですね、イルカたちのチームワークもそうですし、人間含めたチームワークが出来上がってるなって思いました、はい、そこには愛があるんです ね。イルカショーを存分に楽しんだかわちゃん、ここでひかりんからディープなおもてなし。川田さん、はい、今日はなんとですね、サプライズがあります。僕に、はい、サプライズ。それはこちらです。お、はい、お、よっしゃ。お、なんか動いた。あれ、ゆかちゃんたちどっか行った。おー、イエーイ、できた、こちらです。ピカリンが今こちらの体験を今からしていただこうかと思いまして。僕もできるんですか。合図に合わせてイルカがジャンプ、川ちゃんも挑戦。おお、こちら。おお、いってくれた。すごい、すごい。おお、すごい集結大サービス。お三方さん、ありがとうございます。いや、なかなかこんな体験できないですよね。できないですね。いや、私も実は緊張しました。いや、嬉しい。続いてやってきたのは黒潮大水槽。ここにはかわちゃんの会いたかった魚が。生で初めて見た。この子ね、はい、新種のサメなんですよ。新種、うん、サメっていう言い方も難しいな。え、サメじゃないなら何なんですかね。
もののけとんがりサカタザメっていう子なんですけど、すごい特殊な名前してる。この子実はね、ここに20年間ずっといたのにもかかわらず、はい、誰も新種だと気づかなかったという隠れ新種の子なんですよ。誰か興味持ってあげて。黒潮大水槽の名物といえばジンベエザメ。開館当時からユーユーという名前が受け継がれていて、こちらが10代目。続いてやってきたのは2階のアクアラボ。ここではある生物の展示に力を入れているそう。壁見てください。気づきませんでしたよね。カラフルな、カラフルな、すごい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 、ウミウシちゃんが、いっぱいいる。はい、この水族館にはですね、ウミウシのプロフェッショナルがいるんですよ、はい、今日は助っ人をお呼びしました。西田さん、お願いします。よろしくお願いします。西田さんです。ヒカリンが用意した助っ人、西田さん。およそ40種類のウミウシをはじめ、西田さんが撮影した県内のウミウシの写真もここアクアラボに展示されています。ウミウシの魅力ってズバリどんなとこなんですか？そうですね、まあナメクジですからね。いやいや、西田さん、西田さん、もうそれ言ったらもうナメクジになるんですよ。同じウミウシって言っても黄色もいたり、オレンジもいたり、ブルーもいたり、グリーンもいたり、うんうんうん、本当に様々ですよね。カラフルな色っていうのは警告色と言われています。まあ、ウミウシってあんまり敵いないんですけれども、まあ、魚とかがですね、ガジガジと噛みついてきた時にですよ、ウミウシって体内に毒持ってるんで、こんなどぎつい色してるやつはまずいんだぞっていうのを記憶させるために、こんなどぎつい、どぎついというか、まあ、カラフルな色をしてる、ね、山の中にある真っ赤っかなキノコみたいな感じなんですね。写真のためになんです。やっとたどり着きました、メインコーナーです。今日の、はい、鹿児島の深海コーナーでございます。深海の生き物、深海、リュウグロ使いますけど、ここからはもう真っ暗な深海の世界なんですね。続いてやってきたのは、鹿児島の水深200メートル以上に生息する魚たちが待つ深海コーナー。実は私たちに馴染み深い魚もたくさんいるんです。静かに回っていきましょうって言いたいところなんですが、リュウグウノツカイです。リュウグウノツカイ、もう私がもうお魚の中で一番大好きなのがリュウグウノツカイなんですよ。ね、かっこいいですね。そうなんです、もう美しいですよね。もうこれを見てから私深海の世界にハマってしまいまして、うん、これきっかけなんです。あ、この子きっかけで、この子きっかけのこの子です。こちらはタカアシガニ、大きい。世界最大のカニちゃん、僕も食べたことありますけどね。美味しいんですか？めちゃくちゃ美味しいですよ。中身スカスカなのかと思ってました。全然違うんですよ。一節がね、もうちょっとしたリコーダーぐらいあるんですけど、すごいみずみずしいフレッシュな身でね、美味しかったです、はいはいはい、で深海に意外と住んでるのがね、ここら辺のマアナゴちゃんとかね、うん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 、僕たちがお寿司とかでも当たり前に食べるお魚もいるので、そうですね、いろいろ知られなくてもね、実は美味しい魚っていっぱいいるんですよね。そうなんです。ここで先ほど見たリュウグウノツカイをかわちゃんが4コマ漫画で解説。こちら、リュウグウノツカイ、推しですから、ヒカリンのために描いてまいりました。推しですから。今ここにいたのは、まあ、2、3メートルぐらいですけども、はい、リュウグウノツカイって大きくなるとね、このぐらいです。イメージできますか？全長ですね、7メートル。そう、サッカーのゴールと同じぐらい金ですね。深海に住んでいるお魚。このリュウグウノツカイの意外な特技なんですけど、実は特技は自節。自分で自分の体を切ります。敵に襲われたら、ああもうちょっと今もう下半身プチッと、ね、切ることもできるんですね。それ自分の意思で、はい、メキメキメキって取れるってことですか？そう、メキメキ。そんな効果になるか分かりませんけどもただこれが、ね、面白いのが、敵に襲われた時だけじゃなくて、深海っていうのは餌も少ないですから、はいはいはい、お腹ベコベコなってどうしようっていう時も省エネモードになります。自分で切ります。お腹減ったから体軽くしよう、プチっていう感じですか？諦め早いなっていう、早い、ウォイと、もうなんか可愛い、愛おしい、もう尊いです。そうなんです。深海っていうのはね、餌が少ない分、こういったいろんな生存戦略があるんですね。鹿児島水族館を堪能したかわちゃん、順路の最終地点にあるのが沈黙の海です。こちらが、もしも海から生き物がいなくなったらっていう展示なんですよ。青い海、何もいない、
もう耳を塞ぎたいほど生き物たちの歌が聞こえていた海、それがいつの間にか何も聞こえない青い海、それがこの水槽なんです。はい、そうなんです。いや、環境破壊とか地球温暖化が進んで、なんかいつかこうなるかもしれないってもすごい考えさせられますよね。大切なのは子どもたちに魚に興味持ってもらうこととか、もちろんそれは親御さん世代にもやっぱ海とか魚に興味持ってもらうってことだと思うので、僕もイラストで伝えていきますし、この鹿児島水族館もやっぱり鹿児島って海がある土地だからこそそういったのをたくさん伝えている施設なんだなっていうのを改めて思いましたね。ひかりんプレゼンツ、海の大切さを感じた後は海の恵みをいただきます。かわちゃん、水族館どうでした？めちゃくちゃ楽しかったし、めっちゃはしゃぎました。あ、よかったです。私も一緒にはしゃいじゃいました。ねえ、なんかちょっとお腹減りません？はしゃいじゃったから。いや、めっちゃ減ってますよ。ですよね。鹿児島っぽいの食べたい。はい、見て楽しい深海魚の後はですね、食べて美味しい深海魚、こちらがですね、薩摩市販店和装さんでございます。へえ、美味しそう。はい、とそこに試客が。あら、おいらっしゃいませ。なんで2名様？なんで見たことある方？2名様じゃないのよ。美味しい深海魚の香りに釣られてきたんですよ。ひかりんがチョイスしたお店は鹿児島の焼酎と郷土料理が自慢のお店、和装。はい、お待たせいたしました。はい、すごい豪華ですいただくのは大隅半島で水揚げされた深海魚を使った6点盛り。一緒にいただく焼酎は今の時期しか飲めない薩摩大会の新酒。せーの、おやっとさー。まろやか、飲みやすい、おいしい。あ、本当だ、すっきり。けど芋の香りもしっかりしてるし、おいしいですね。早速いただきましょうか。いただきます。どれから食べよう。じゃあまずはこの波下ヒゲエビのコロッケからいただきます。いいですね。あ、いい音した。お、めちゃくちゃ香ばしい。この味めっちゃ好きです。エビなんですけど、ちょっとね、殻ごと入ってるのかな、香ばしい味もしますし、お肉もね、そのエビもプリプリで、なんか深海のエビってもっとドロッとしてるのかなってイメージありましたけど、普通に車エビとかに並ぶぐらい美味しいと思う。でも私は大目旗の南蛮いただきましょうね。はい、いいですか。うん、うわっ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 、もう脂がすごい乗ってて、結構淡白で、南蛮漬けなので、まあ、結構臭みがなくて、癖もなくて、とっても食べやすいです。では、私はこちらの深海魚のつみれ、いきますね。いかせていただきます。2なんでね。ね。いい出汁出てる。なんか2の感想、いい出汁出てますね。なんかね、はい、いろんな味がこう、どんどんこう噛めば噛むほどいろんな味がする、が混ざってるのか、本当焼酎にめっちゃマッチします。最高。ほんまや、最高最高最高。鹿児島来てよかった。あ、それは嬉しい、それは嬉しい。ひかりんのおもてなしで水族館と深海グルメを堪能したかわちゃん、大満足の一日でした。